皆さんこんにちは。今回はスプラックスプレイングサッカーのシャッフルチームモードをまたやっていきたいと。世界中の選手をランダムに選抜してたった一つだけのチームを作る。どんなチームができるか完全に失いというね、やるために選手からの新しいフォーメーションなどの発見がある。前回もね、また7ミッドフィルダー073のね、いい形発見しましたが、頑張るぜ。あ、強い。何この人、フランス人、はい、ナイジェリア人、ベルギー人、ベルギー強いな。この人が落ちるね。はい、カラミですか。カラミ、またイブラみたいな人がいる。マーシャル、フィリペロイス、エクアドル、え、違うかな。あれで、あ、クリロナイルは珍しい。本田圭佑いますね。ウィルキンソン、誰これ。フンメルスいますね、まずは。で、はい、もうクリロナを使いますよね。でね、クリロナね、そっか、センターフォワードの目もあんだな。ホンダも入れよう。はい。わ、決まっちゃった。もうこれですね。ホンダセンターフォワードと。ちょっとここが弱いけどなぁ。まあ、しょうがないか。はい、フンメルスがいるんで大丈夫でしょう。クリロナ、ホンダ圭佑。この二人がどう機能するか。はい、見ていきたいですね。クリロナセンターフォワードっていうね、目もあるんですが、もうね、能力存分に活かすには、センターフォワードだとね、プレッシングが激しくなるんで、もう、このね、ウィングでボールを持たせて、こんな感じでガンガンシュート打つみたいな、そういう使い方がね、本当は一番勝ちやすいと思いますね。はい、ウィングでまたね、非常にボディコンタクト強いんで、ボール持って、ああ、はい、今みたいなのはダメ。はい、非常に足が速いながらボールが足につかないことが。クリロナどこにいるんだろうな。ここあれですかね、多分。あ、違うな、真ん中いってんな。あ、マーシャルだこれ。はいはい、もう、はい、ゴロビンをかわしてシュート。もう戦術クリロナやりますか。勝っちゃうでしょそれで、余裕で。はい、クリロナのね、先日クリロナのメリット、カウンターを受けないっていうのがね、一人で押し込んで、シュート打っちゃうんで、はい、カウンター受けようがないですね。はい、ホンダのヘディングを見せられない。サイド空いてんな、やっぱり。はい。クリロナキープできんのか。あ、できましたね。はい、非常に鋭いミドルシュートが、もう4、5発打ってます。はい、ホンダのヘディングで、取れないか。1点欲しいな。わあ、やばい。それはダメ。これはダメですね。はい。コーナーキックのカウンターは気をつけないといけないです。コーナーキック、むしろチャンスよりもね、カウンターでなんか、特に日本代表はですね、高さがないんで、カウンターの目になっちゃうと、まずい気がする。はい、もうね、鋭いロングシュートばっか、ガンガン放ってますが、なかなか得点には至らずと。ああ、おいえ。ロシア人のキーパーはちょっと当たりすぎですね、これ。はい。あ、クリスティアーノ・ロナウドのヘディングですね、今。ヘディングもね、非常に3メートル飛ぶとか飛ばないとかで強いですね。かわして、ちょっとやっぱり1枚剥がさないとな、厳しいんですね。はい。ダイレクトシュート。はい。これもダイレクトで、はい、入っちゃいましたね。非常に強いです。はい、1-0。本田圭佑。フンメルス。はい、クリロナがいますが。ああ。やっぱりキーパーがちょっとな、当たりすぎだな。はい、クリロナのヘディングですね。ロシア人のキーパーが非常に大活躍してますね、今回は。まあ、シュートに無理が、崩してないんでね。はい。かなりね、無理気味のシュートなんですけどね。大丈夫ですか今、カメラ捉えきれてますかなんか。はい、またね、クリロナ競り勝ってますね。もう、クリロナ一人いれば、もう、何でもできると。もう、独壇場って感じですか。はい、またね、ショーから、はい、シュート打っちゃいます。これね、
攻撃不発なようで、実はカウンターのチャンスも潰してるんで、ですね。ね、ディフェンスになってるわけですね。はい、ホンダもたまにはね、わぁ。まあ、センターフォワードホンダの強みは、ボディコンタクトの強さと、キックのうまさですか。そこでね、点を欲しい。はい。もう、はい、またクリロナです。はい、ブロックに合いました。ちょっと今のは無理か、さすがに。上がるのか、はい、上がりましたね。はい、ホンダのヘディングで1点ですね。ありがとう、ホンダ。あ、今ね、一回ヘディングする前に、敵を弾き飛ばすボディコンタクトのアクションがあったんで、そこが強さですね。はい、日本人離れした体幹の強さを持ってるホンダ。これやるならもう、フォワードホンダ1枚でよかったな、ちょっと。はい。敵のね、攻撃フェーズを減らしちゃった方が、クリロナ、一人で。うわぁありえないし、角度から。はい、もうキーパーの弾き方もすごいですね。うん。あれも終わっちゃうのかな。はい、ホンダから。あー、これはもう1点だろ。これは1点だろ、さすがに。はい、もう、ファー狙いました。ありがとう、クリロナ。というわけで今回はですね、クリロナとホンダケースケですか、主にフューチャーしたのは。点を取った2人ですね。特に、まあ、クリロナ1点、あ、3点か。3点か?ホンダケースケヘディングで1点決めましたね。はい、どっちも良さが非常に出たと思います。まあ、特にクリロナの、クリスティアーノ・ロナウドの強さがもう存分に出ましたね。これ点数以上にシュートを2倍、3倍ぐらい打ったので、またね、シュートで終わるってことは、もうカウンターのチャンス潰してるんですね。はい、もうこれ、本当にね、やるならもっと、センターフォワード1枚でよかったですね。ウィングもなんなら落として、2トップにしても、ウィング配置ですか?クリロナ。それやってもね、全然勝てた後、よりね、点差が開いたんじゃないかぐらいの、ディフェンス面に重きを置けば、攻めはね、クリロナ、戦術クリロナで、いけたかなと思います。まあ、このゲームでね、シャッフルでクリロナ引くのほとんどないんですけど、今回はたまたま引いたんでね、試してみました。ネイマールとかもね、いずれ引いてみたいと思いますが。まあ、そんなわけで今回は、戦術クリロナということで、はい。まあ、大成功ですね。また次回、終わりたいと思います。